ついに、やっと、やっとで、ね、今日、届きました。待ちに待っていた。みんな、見てほしい。これをまずは見てほしい。さっと降臨。ソニア。ソニアの人形、ネットで、あのね、これね、2週間ぐらいかかったの、届くの。あの、注文してから2週間後ぐらいに、まあ、来たんだけど、かなり時間がかかったから、もうね、ワクワクがさ、今抑えきれないんだよね。パズル&ドラゴンズフィギュアコレクションボリューム10。ボル10ってことはね、他にもあるってことじゃん。で、俺ね、買ったんだよ。メタトノとバルキリー。メタトノとバルキリーも届き次第ね、速攻開封しようと思う。いやー、あのクオリティ、あのレビューも良かったしね。これ俺すごいレビュー良かったんだよ。だからもう今からめちゃめちゃ楽しみ。あー、ついに来たか。ありがとうソニア。まあ箱はね、こんな感じ。両サイドこんな感じで、表こんな感じ。じゃあ早速、開けて見ていきましょう。3、2、1、ソニア。降臨の儀式。ドゥドゥルドゥル。あ、表。ほ、もう入ってないよね。横に置いて、もう中身は空ですな。もう何も入っていませんと。箱は横に置いときましょう。そしてね、メインディッシュ。本体です。うわー、うわー、すげえ。ちょっと待って、ちょっと、そっと置いて、そっと置いて。これやばいわ。クオリティ半端ないわ。おー、やっぱレビュー良かったもんな、これ。見て。ソニア、重って、このクオリティ見てくれ。ソニア様のクオリティ、めっちゃ美しい。ボディから封印を、斬鉄バサミも喜んでいる。この封印を解くのに、美女の封印を解くのに、斬鉄バサミも涙している。そして、マジでか。マジでか、予想以上。予想以上の出来っすわ。何この素晴らしい脇ボライン。そしてね、このドラゴンの要素だよね。ドラゴンの要素、羽と尻尾、ドラゴンズテール、すげえ。あとペイントも綺麗だし、なんつっても造形だよね。造形めっちゃ美しい。しかもこの重量感ね、腐れ重たいんですけど腐れ重たいんですけど。あー、髪の毛もいいな。髪の毛も素晴らしいよ。で、腰のラインも素晴らしいし、で、尻尾だよね。尻尾とさ、あの胴体の連結部、太ももたまんないね。うわぁ、足もいいな、おい。まさかあのソニア人形で出てくれるなんて、夢のようじゃないこれ。あとメタトロンもゲットしたし、並べたりやすゲットしたらね。まあ、とりあえず、台座につけて、うおぉ、見てくれみんな、この飛んでる感じ、迫力、素晴らしい。てかもう台座がかっこいいからさ台座がかっこいいから、このコラボレーションたまんないね。台座とフィギュアのさ、うーわ、なんじゃ、うわ、ケツいいな、おい。ナイスヒップ、ナイスヒップです。あれをナイスヒップっす。あれをナイス、いやー、ドラゴンの尻尾たまんねえなー。あと飛んでる感じだよね、この翼でバッサバッサバサリバサリ飛んでる感じ。うわ、マジ超かっこいい。でね、これだけじゃないんだよ。これで完成じゃないんだよ。さ、持たせなきゃね。これを持たせなきゃ完成とは言えませんよ。この流れるようなライン素晴らしくない？腰からさ、シュッとなって、ケツいって、足シュッとこう。このシュ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 、このシュシュライン。素晴らしい。素晴らしい。あと武器もかっこいいや、これ。マジでか。すっげえ重たいしね。重量感。やっぱ人形、フィギュアのさ、重量感って大事じゃん。持って軽いやつってさ、なんかね、うん。まあいいんだけど、素晴らしければ。あの、他の作りがね。でも持ってさ、このおっていうのがいいよね、人形の思い出みたいな。そしてこのアングル最高だよね。ヒップ、ドラゴンテールからのヒップね。このラインたまらんすわ。素晴らしい。これすげえもん手に入れてしまった。よっしゃ、ということで今回はソニア様のフィギュア開封レビュー動画でした。もうね、これね、もう鼻水やばいっすわ。素晴らしい、素晴らしいの一言っす。よかったー。外れじゃなかったわ。まあ、レビューが良かったから、外れではないと思ったんだよね。うん、でも買ってみて、自分で見てみるまで分かんないからさ、写真だけじゃ分かんないから、やっぱこうやって実際にね、実際に自分でゲットして見ないとね、分かんない。でもね、これはね、おすすめできる。買うしかないと思う。ソニアファンは。あと、メタトロンとバルキリーもこの分だとすっごいね、あの、期待できると思うんだ。俺、あの、パズドラで出てるフィギュア全部コンプしようと思ってて、その第1弾のシリーズとして、今回はソニアをね、開封したんだけど、これも最高っすわ。この、パズドラの人形シリーズ。これ全種コンプするわ。第1回。今日はね、ソニアでした。また次回ね。次回は多分メタトロンになると思うけど、まあ、それがバルキリー。メタトロンかバルキリーの開封動画でお会いしましょう。最後はね、ソニア様バイバイと、行ったりやせよ。いや、素晴らしいな。見て。この美しい。飛んでる姿、ドラゴン美女の。素晴らしくないこれ。
うわー、ここのアングルも素晴らしいんだよな、これ。うわ、いいね。ヒップと尻尾、ドラゴンテールのコラボレーション。あざんす。あと、おっぱい母音強調アングル。素晴らしいわ。